Ladies and gentlemen, here are two portraits. One is Leonardo when he was young, and one is Leonardo when he was old. The shapes of these two bears are very similar, or the same. In other words, these two portraits might have been painted by the same painter at the same time. But the portrait of the young Leonardo on the left is a fake with a big nose and a beard on Luca Signorelli's face. Luca Signorelli was 7 years older at that time, but he is exactly the same person, although there are some differences, such as wrinkles at the corners of his eyes. So, the portrait of Leonardo on the left is a fake. In this case, it is a logical conclusion to reckon that the portrait of the old Leonardo on the right may be a fake as well. The shape of the beard is very similar or the same. Or, at least, we should suspect it may be a fake. ここに2枚の肖像画があります。若い時のレオナルドと年老いてからのレオナルドです。この両者のひげの形は酷似しています。つまりこれら2枚の肖像画は同一画家によって同一時期に描かれたものではないでしょうか。が左の若いレオナルドの肖像画はルカ・シノレリの顔に大きな鼻とひげをつけた偽物です。偽物です。ルカ・シノレリは当時レオナルドより7歳年上でしたから、目尻のシワあるいは上まぶたのたるみなどの違いはありますが、全くの同一人物です。つまり左のレオナルドの肖像画は偽物、偽物です。となると右の年老いたレオナルドの肖像画も偽物ということになるのではないでしょうか。ひげの形が酷似しています。つまり少なくとも偽物と疑って見るべきではないでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。ルカ・シノレディを紹介します。ルカ・シノレディ自身が描いた絵の中に描かれている彼自身の肖像画です。中央左がですね、ルカ・シノレディ、右がレオナルド・ダ・ヴィンチということになっています。この両者は鼻の大きさとひげを除いて全く同じです。ただ先ほども言いましたように、ルカ・シノレッティは当時レオナルドより7歳年上でしたから、目尻のシワ、上まぶたのたるみなどわずかな違いはありますが、この両者は同じです。ということは右のですね、若いレオナルドのこの肖像画は偽物ということになるのではないでしょうか。そしてこの若いレオナルドのひげと右上の年老いてからレオナルドのひげは酷似しています。全く同じと言っても良いでしょう。となるとこの中央下右のですね、若いレオナルドの肖像画はルカ・シノエリの顔にひげと大きな鼻をくっつけた顔ということになります。偽物ということになります。となると右上のレオナルド・ダ・ヴィンチのこの年老いてからの肖像画も
偽物ということになるのではないでしょうか。まさに論理の帰結ということになります。続く動画の中で右上の年老いてからのレオナルドの肖像画は3人の神を合体して作られた偽物であるということを証明します。ともかくもここで皆さんに確認しておいていただきたいことはですね、今上になりましたけども、ルカ・シノレリの顔と、そして若いレオナルドの顔は目尻のシワ、上まぶたのたるみを除いて全く同じだということです。つまり下の若いレオナルド・ダ・ヴィンチのですね、この肖像画は偽物だということになるわけです。がしかし下のレオナルドの肖像画と右上のレオナルドの肖像画は同一画家によって同一時期に描かれたと考える方が自然だということは、繰り返しになりますけれども、右上のですね、私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの肖像画もまた捏造された偽物ということになるのではないでしょうか。またそういう視点で考えると、レオナルド・ダ・ヴィンチの謎が解けるということになります。A man's face has some parts that change with age. However, there are some other parts that do not change with age. For example, the basic skeleton does not change with age. In other words, by comparing the skeleton, we can judge whether they are the same person or not.My friend Satoshi Morimoto-san sent me a self-portrait, a self-portrait of Leonardo da Vinci. I knew about the existence of this self-portrait for a long time, but the self-portrait was introduced on the website of National Graphics. In other words, this portrait of Leonardo da Vinci is certified in the academic world. However,As you may know, there are still some other self-portraits of Da Vinci. One is a self-portrait when he was young, and a self-portrait when he was old. And then, here, this time, another self-portrait has been added to them.
So, I decided to verify it now in this video. Is the person in this portrait represented here the same person? Or are these three people the same person? Or are they all different people?顔というのは年齢を重ねると変化する部分もありますが、年齢を重ねても変化しない部分もあります。例えば基本的な骨格というのは年齢を重ねても変わりません。つまりその骨格を比較すれば同一人物かそうでないかを私たちは判断することができます。私の友人の森本聡さんが一枚の自画像を届けてくれました。レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像です。以前からこの自画像の存在については知っていましたが、その自画像はナショナルグラフィックスのホームページの方に紹介されていました。つまりダ・ヴィンチ自身の作品とアカデミックな世界で認定された自画像ということになりますが、他にもダ・ヴィンチの自画像は何枚か残っています。若い頃の自画像、そして年老いてからの自画像です。そして今回もう一枚の自画像がその中に加わりました。で、私の方で早速検証してみることにしました。果たしてこれら3枚の自画像で表現されている人物は同一人物なのでしょうか、それとも別人なのでしょうか。広志林、ハメメシティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがもう一枚の自画像ということになります。で、この人物とですね、他のダ・ヴィンチの自画像と比較してみます。左がですね、若い頃のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。そして右がですね、私たちがよく知っているひげもじゃもじゃの年老いてからのダ・ヴィンチということになります。で、この赤枠で囲った部分を拡大してみます。花というのはですね、年齢を経ても変わらない部位ということになります。ところがですね、この3人の花を比べてみるとですね、左の人物の花と右2人の人物の花は明らかに違います。ところが左2人の人物は雰囲気が大変よく似ています。そして右2人の人物の花は大変よく似ています。で、ある女性の顔でそれを比較しています。皆さんご存知のある方ですけども、左は若い頃のその方です。右は現在のその人物ということになります。同一人物です。で、2人の人物の鼻を比較してみます。つまり年をとってもですね、鼻というのはですね、基本的には形は変わらないということです。左下ですね、右下の人物の鼻を比較してみてください。左は若い頃のその方です。右は現在のその方です。で、もう一度比較してみるとですね、左は若い頃、右は現在のその方です。で、目の位置と口の位置を揃えて、そして一部分といいますかね、半分を左へ移してみます。ほとんど変わりませんね。ところがですね、今度はダ・ヴィンチの顔ということになりますけれども、若い頃のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。そして今回森本聡さんが送ってくださったレオナルド・ダ・ヴィンチの顔です。目の位置と口の
横線の位置を合わせます。そして顔半分を移動してみてもですね、一致しないということですね。つまり赤丸をつけた部分に注意していただきたいんですけども、本来変わるはずもない鼻って言いますかね、変わらない部位として知られている鼻がですね、このようにずれているということになります。つまりこの両者は別人ということになります。同一人物というふうには考えられないということですよね。で、左の人物が年老いてからのダヴィンチの顔かというと、今度は全く一致しないということになるわけです。つまりですね、レオナルド・ダヴィンチの自画像は皆別人物の自画像ということになるわけです。つまりもっとはっきり言えばですね、別々の人物の自画像ということはですね、つまりはレオナルド・ダヴィンチなる、そうした人物はですね、存在すらしなかったという私の説をまたまた裏付ける形になりました。
This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about? He's, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. レオナルド・ダ・ヴィンチについての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林ハメメスシティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、
カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュイエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず、しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。そしてその永遠の神ロード・アイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マース・アイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロード・アイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マース・アイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。
gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. To Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. Hayashi Hiroshi のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。ヒロシハヤシ、浜松シティ、ジャパン。イエス、キリスト、二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュイエス、このシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあ、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますからキリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めのマルドゥクへとつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあ、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドゥクの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドゥクとそしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくもこの左と言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、なあち永遠の神、ロード・シュ・アイアン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥクとそしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。
これがこの動画の結論ということになります。Abstract. King Christ descended during the medieval Renaissance. King Christ is also the greatest artist and gave us humans many messages by means of paintings. The person who handed over the work of King Christ.Spoke the name of Leonardo da Vinci, that is, the hander. The hander or the delivery person was believed to have given this masterpiece to the public, saying, This is a work drawn by an artist named da Vinci. On the other hand, there wasAnother hander or delivery person, that is Michelangelo Buonarroti. When he was given his works directly from King Christ, he gave them to the people as his own works. This is what I drew. It seems that the people were surprised and impressed.Very much by these works of Da Vinci and Michelangelo. And, by the way, King Christ himself left behind his own self-portrait. With a big beard on King's face is a portrait that we now call Da Vinci's self-portrait.In other words, both Da Vinci's works and Michelangelo's works were originally drawn by King Christ. The proof and the evidence is that the works drawn by Da Vinci and the works drawn by Michelangelo are all the same, including their concept, though.They differ in brush touches and brush strokes and painting touches. Please carefully compare these two works to each other. Da Vinci's works are on the left and Michelangelo's works are on the right. Just for example.中世のルネッサンスの時代に現れたのがカイン・キリストです。そのカイン・キリストは芸術家でもあり、数多くのメッセージを絵画という手段を用いて私たち人間に残しました。そのカイン・キリストの作品を受け渡したのがダ・ヴィンチという名前を語る、つまりは受け渡し人ということになります。その受け渡し人は、これはダ・ヴィンチという名前の芸術家が書いた作品だと言って民衆にその作品を渡したものと思われます。一方、もう一人の受け渡し人がいました。それがミケランジェロ・ブアルノッティです。彼はカイン・キリストから直接作品を渡されると、それを自分の作品として民衆に渡していました。これは私が書いたものだとです。こうして民衆はダ・ヴィンチや
ミケランジェロの作品を見て驚き感動したものと思われます。そしてカイン自身も自らの自画像を書き残していました。そのカイン・キリストの顔に大きなひげをつけたのが現在私たちがダ・ヴィンチの自画像と呼んでいるその肖像画です。つまりダ・ヴィンチの描いた作品もミケランジェロの描いた作品も元はカイン・キリストが描いた作品ということになります。その証拠にダ・ヴィンチやミケランジェロの描いた作品は筆使いやタッチの違いこそありますが、その内容的な概念も含めて皆全く同じです。注意深くこれら2枚の作品をそれぞれ見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの作品、右がミケランジェロの作品と言われているものです。広志林、浜松シティ、ジャパン。The artist named Leonardo da Vinci didn't even exist. The name Leonardo is an anagram of Mars Iron, the eternal god of Mars. The name Leonardo da Vinci is also an anagram of Andrea del Verrocchio, who was said to beLeonardo's master. レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は存在すらしていませんでした。レオナルドという名前は火星の永遠の神マース・イオン、マース・アイオンのアナグラムです。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はレオナルドの師匠と言われていたアンドレア・デル・ベロッキオのアナグラムです。The portrait of his young days is Luca Signorelli's face with a large nose and thick beard. The portrait of his old age is a fake image made based on Kane's face.またレオナルドの若い日の肖像画はルカ・シノレッリの顔に大きな鼻とひげをつけたもの。年老いてからのレオナルドの肖像画はカインの顔を元にして作られた偽肖像画。 In addition, Leonardo's deathDate was created by extracting numbers from 775027 hidden in Michelangelo Buonarroti's The Battle of Cascina. Leonardo was still alive when Michelangelo painted The Battle of Cascina. さらにレオナルドの死亡日はミケランジェロの The Battle of Cascina、 カシナの戦いの絵の中に隠されていた775027から数字を抜き出して作られたものです。ミケランジェロが The Battle of Cascina の絵を描いた時にはレオナルドはまだ生きていました。そしてレオナルドが描いたといわれる絵画はどれも人間には描けないものばかりです。 For these reasons, with other reasons together, I came to the conclusion that the
artist named Leonardo da Vinci did not even exist. That is to say that there is no evidence that an artist named Leonardo da Vinci, a human being, existed.以上のような理由と他にも理由がありますが、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は存在すらしていなかったという結論に私は達しました。レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家、つまり人間が存在したという証拠はどこにもありません。 In other wordsLeonardo da Vinci's works were painted by the god King Christ. There may have been a human being, an agent, who was going back and forth between the god and the human world. However, the artist Leonardo da Vinci did not exist.言い換えると、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前で発表された作品は、神、カイン・キリストが書いたものです。その神と人間世界の間を行き来していた代理人としての人間はいたかもしれません。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家、人間芸術家は存在しなかったということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
One day, you humans will come to discover this fact. The time when you know this fact will come. Someday, far, far future. Far ahead. Far, far future. Your descendants and their descendants and their descendants and their descendants. The time will come when your descendants will leave this earth and jump into space. Then you humans will know this fact. Then you humans will find the number 51 in this picture. 51, in another word, in the Jewish gematria, that stands for Mars. You will know what the number means. For that time, I write the number 51 here in this picture. For that time, I draw the panoramic view of Mars in this picture. Distant, ancient times, Mars also had air and water. There were rich rivers and lakes. Under the white clouds was the sea. In the green forest, thick trees grow. Countless animals lived every day. I keep it as a record in this picture. You will see them in this picture. In other words, that is the time when you humans learn that this panoramic view is a Martian landscape. When you learn that this view is an ancient Martian landscape, then you humans will know what I was. You will also know who I was and where I came from. And at the same time, you humans will know what you are. You humans will know who you are and where you came from. You humans, you are my son and daughter. Someday, you humans will know this fact. Oh, in this picture, the one you may call now Mona Lisa. In other words, Mona Lisa is an anagram of Mars and the eternal god Ion. In this picture of Mona Lisa that combines two names, Mars and Ion. When you humans discover this fact, when you humans know this fact, someday, far, far future, you humans will know that you humans have not been alone. You realize that I have been always near humans with you. You humans will always be my son and daughter. In the name of Ion, the eternal god of Mars, you humans are my son and daughter forever and ever.